1422ラジオ日本住建情報センタープレゼンツ賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜はなんと生放送です。そうなんですね。小泉さん落ち着いてますね。いや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 、初めてですけど。いや生放送ですよ。ドキドキしないんですか？いやいや大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、大丈夫って、はい、どういうことですか？ドキドキしてないってことですか？してないってことですね。なんでですか、いやいやいや生放送、はい、いやでもちょっとこの生放送は、うん、あることを目的とした生放送なんですよね。なんでかっていうことですよね。はい、今夜は横浜ビーコルセアーズ B1 への絶対残留特番です。そうなんですね、はい。まあ、やっぱりねいつもはあの、はい、収録でやってますけど、はい、ちょっとね収録にはそぐわないなということで、はい、急遽今日、ね、生放送ということで。そうです、小泉さんも今日は、はい、横浜ビーコルセアーズ背番号0番背番号0番を着てですね、小瀬山雅史、皆さん見えないと思います、背番号0番着てますん で, です、ね、はい、しっかり着ておりますので、うん、今日はですねもう盛りだくさんの内容でお届けしていきたいと思うんですけども、うん、生放送ということなので、はい、今回はゲスト2人出ますね。まずはもうこのスタジオにも来ていただいております、後ほど紹介させていただきますが、横浜ビーコルセアーズ代表取締役 CEO 岡本直弘さん、そして後ほど電話出演で今日小泉さんも来てますが、はい、番号0番、はい、小瀬山雅史選手が、はい、登場ということなので、はい、あの皆様からのですね、うん、メッセージを受け付けております。メールにて受け付けています。メールアドレスは 1422gobcol@gmail.com です。 1422gobcol@gmail.com です。こちらで皆様からの質問、そして激励のメッセージなんかも受け付けておりますので、ぜひぜひ皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。はい、お願いします。はい、それでは小泉さん、はい、今日も行きましょうかね、はい、それでは最後までお付き合いください。1422ラジオ日本、ラジオ日本住建情報センタープレゼンツ、住建情報センタープレゼンツ賢者の砦。私たちはハウスドゥです。あなたの家不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ、訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ、安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170 家不動産買い取り専門店港北ニュータウン店まで。1422ラジオ日本住建情報センタープレゼンツ賢者の砦。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、本日は生放送で横浜ビーコルセアーズ B1 絶対残留特番お届けしております。今回は素敵なゲストをお招きしてお届けしていきたいと思います。2回目の登場ですね、横浜ビーコルセアーズ代表取締役 CEO 岡本直弘さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。こんな遅いお時間にありがとうございます。ええー、とんでもございません。先ほどまでちょっと眠そうだったんですけど大丈夫ですか？そんなことないですよちょっとさっき飲んでるんですかって言ったんですけど、はい、そんなことないですよ。飲んでないですよね、はい、いやもう気が入ってます。いやありがとうございます。あの2回目のご出演で、うん、あの前回は岡本さんのどんな人なんですかという話をですねいろいろと聞いたんですけども、今回はもうがっつりこう、はい、チームのお話だったりとか、あとはこの残留、そうですね、ここはやっぱり代表の一言を聞きたいということと、それと結構ですねメッセージをいただいてるんですよ、はい、温かい質問も来てますね、はい、ありがとうございます。であの、まあうん、この放送を聞いてる方はあの B1 に残留というのがどれだけ大事なことかというのは分かるかと思うんですけども、うんうんうん、簡単に説明すると、はい、あの去年の9月から開幕して今年1年目で、もうそろそろシーズンがオフなんですけども、うん、バスケットプロのバスケットボールリーグ B リーグでは B1 とそして B2 と、リーグが分かれておりまして、まあ、J リーグでいうと J1、J2 みたいな感じですね、うん、クラス分けみたいなね。そうですね。で横浜ビーコルセアーズは B1 として、うん、戦ってきたんですが、下位4チームというのは B2 への降格の危機というのがありまして、うん、はいはい、で今残念ながらビーコルはまあ、ちょっと下位にいるということなので、はい、17位ということでね。そうですね、残念ながらなんですけど、
はい、それなんで緊急特番、そういうことなんですよ、はい、今結構本当に崖っぷちと言ってもいいんじゃないかというところなんですが、うんうん、まず岡本さん、はい、今このレギュラーシーズンが終えまして、うん、今の正直なお気持ちというのは。全然終わってないですね。はい、そうですよね。そうですよね。もう初年度最後の最後までバスケやってやろうかっていうんですよね。なるほど、はい、正直こうシーズンが始まった時っていうのは、はい、こういう状況にいるっていうのは考えてましたか？いや全然考えてなかったですね。やっぱり、シーズン前の下馬評はですね、まあ、決して高くはなかったし、まあ、チーム自体も B1 に入ること自体がもうギリギリのところで逆転で入ったみたいに言われてたんで、ただ、まあ、見てろよという気持ちは僕の中にもありましたし、はい、その布陣を整えたつもりでもいたので、はい、まあ、開幕のポスターはまあ噛みついてるような、まあ、牙のある絵と、まあ、表現バイトという標語で言ったんですが、はい、まあ、そこそこ中盤まではね、食らいついていけてたんですが、やっぱり怪我以降ですね、ちょっとチームのバランスが崩れてしまったっていうことで、はい、後半失速してしまったのは本当に悔しいというか残念だなと思ってますね。なるほど、はい、まあ、でもこのチームの成績だけ見るとまだまだ頑張らなくてはいけないんですけども、はい、この B リーグになってから観客の、動員がすごく増えたりだったりとか、嬉しいこともたくさんありましたよね。そうですね、とにかくお客様にすごく救ってもらった1年という感じがありますね。どんなに、苦しい状況になってもやっぱり大きな声援をいただいている以上、選手も、まあ、僕らスタッフもですね、はい、ここで頑張らなきゃと、もう一歩もう一歩というふうに後押しをしていただけたおかげで、はい、まあ、そういった部分はなんとか上位の数字を出すことができたのかなというふうに思ってますね。なるほど、小泉さんはいかがですか？はい、いや僕はね、正直シーズン途中から、はい、応援させていただくことになったんですけど、はい、あまりにも最初がねもう本当に楽しいから始まったんで、で勝ち試合も何度も見てたんですよ、はい、でそれがこの、ね、年明けからちょっとそうです、ね、失速みたいな形で、もうね B コルが負けると1週間が暗いんです。わかります。でこの間ね平塚勝ったでしょ、はい、あれ1週間がすげえハッピーだったんですよ。わかります。僕はね B コルが勝つとみんな幸せになっちゃうんじゃないかと思ってるので、ここはねやっぱり残留争い、ね、頑張ってほしいんですよね。そうですね、まあ、そんな、岡本代表、そして後ほどですね、電話で出演する、細谷正史選手にもいろいろ質問が来ているので、早速なんですけど、質問を紹介したいと思います。で、私の方から、はい、まずはですね、ラジオネーム、小包丁さん、ありがとうございます。これはですね、激励です。岡本 CEO に激励です。平塚で久々の勝利の後、号泣しているブースターを多く見かけました。そして、長岡でのこと、前半が終わって選手の頑張ってる姿に感極まって泣き出したBコルの女性がいました、うん、こんなにも感動をもらえるBコルをありがとうございます。もっともっと楽しくて勝てなくても会場に行きたくなるようなBコルにしてください。私は誰が何と言おうと何があろうとBコルをいつまでもブーストしていきますという心強いメッセージをいただいております。ありがとうございます。こういったブースターさんってやっぱりチームにとっても大きな存在ですよね。いやもう大きな存在っていうか、もうそれのみと言ってもおかしくないですね。こちらもいい激励のメッセージありますよ、はい、いよいよプレーオフ、海賊たちは今までのバスケットボール人生のすべてをかけて戦ってきてほしい、きっとたくさんの感情が一人一人の心の中にあると思いますが、今こそ勝ちに貪欲になれる絶好の時と、今までのバスケットボール人生でお世話になった方たちのために、そして横浜ブースターのために感謝の気持ちを持って戦ってきてください。これだけたくさんのブースターの心をわしづかみにできる海賊たちを羨ましくも誇りにも思ってますっていうですね、ハムコさんからの激励ですよ。でこれもすごいですよ。秋田まで行くつもりでしたが、はい、球団からのパブリックビューイング開催発表で腹をくくりました、はい、神奈川で魂を送ります。だから必ず帰ってこい。おそしたら19日いよいよ B コルブースターで乗っ取ってやるぜ。おすごいですね。素晴らしいですね。いや本当にね、アウェーの会場に行ってもですね、ものすごい声援の、そうですね、まあ、スポナビとかで見ていただいている方でも分かると思うんですが、まあ、横浜の声
まあ、消防庁なんかもね、はい、すごく声を出して、ね、いいタイミングで出してくれるんですよ。もう本当に心強い限りだなと思ってます。いやスポナビから聞こえてくるんですよ。で解説の人もね、横浜の声がって言ってますよ。そうですよね。そうなんですよ、うん、もう本当にねありがたいというか、はい、嬉しいですよね。どんどんちょっとご紹介していきたいと思います。はい、質問来ています、うん、ラジオネームがないですね、うん、横浜ビーコルセアーズに関わってから岡本さん体重何キロ痩せましたか？だいぶ痩せましたけどね。もともと痩せてたんですけど、はい、僕ねあの何回かそのこの間お話した時に仕事で、こう環境が変わるたびにですね、はい、結構な荒波を食らうことが多くてですね、その度に段階的に痩せてってですね、しまいにはなくなるんじゃないかなと思って、はい、体重よりも白髪も増えましたし ね、でもその分あの試合会場でブースターの方の声援とか、はい、いろんなお言葉をいただいて、力はついていますね。お、はい、エネルギーには増えてると思います。若い時より逆に。あの岡本さんはホームの、あの試合はもちろんなんですけど、アウェイの試合にも行かれる、はい、行きますですよね、はい、あのこのシーズンで岡本さんが選ぶこのベストワンのナンバーワンの試合って何なんですか？いつの試合ですか？やっぱりですね、うん、年明けの京都戦で、はい、まあ、2連勝した時にですね、あのブースターがものすごいうなりを上げてですね、うん、相手のフリースロー終盤、うん、はい、3ポイントに対するファールですから、はい、3本決められたらやばいっていうか、うん、ま、負けるというか追いつかれるっていうのを全部落としたっていう、はい、あの試合は僕は鳥肌が立ちましたし、あの一つの大きな転機になったような気がします。でその勢いのまま千葉ジェッツ戦があって、ね、ブザーピーターのカバー、 あれは本当にあそこまでの流れはね、あの時は僕は本当に幸せでしたね。でも幸せっていう表現が本当にぴったりですよね。わ、はい、かります。いやそれではですね、なんと、うん、ホセさんと連絡がつながったみたいですね、はい、うん、ではちょっと呼んでみましょうか。はい、ではホセ選手こんばんは。はい、こんばんは。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、こんな夜分遅くに。あ、いえいえ大丈夫です。ありがとうございます。え、今日は何をされてたんですか？あ、今日ですか？はい、練習をして、はい、ケアをして、はい、で家に帰ってきて、そこから、秋田戦のビデオを見てました。はい、おー、ズバリ今はどんな心境でいらっしゃるんですか？あ、もうそうですね、もう絶対に負けられないですし、はい、あ、本当僕 あのバスケットボール人生もう本当すべてをかけてもいいぐらい、もう本当にそういう気持ちで本当に臨もうっていう強い気持ちでいるんで、はいはい、もう本当に負けられないっていう、もう気持ちでしかないですね。もう勝つしかないっていう気持ちでしかないです。なるほど。あの細谷選手から見た今のチームのこう雰囲気というのはどんな感じでしょう？あ、そうですね、もうみんな、レギュラーシーズンも、先週で終わって、はい、でまた今日もミーティングがあったんですけど、はい、もうレギュラーシーズンも終わって、で今まで その成績とか、そういうのは一度なくして、はい、でもう本当プレーオフ一発勝負なんで、もう全員気持ちを切り替えて、その一戦に全てを注ぐっていうことを今日改めて、チームみんなで確認をして、はい、でそれで強い気持ちを持って戦おうということを約束したので、うん、はい、全員が切り替えて臨んでくれると思います。なるほど、はい、まだまだですねこの放送お時間あるので、どうぞ細谷選手、肩の力を抜いて一緒にご参加していただければなと思いますので、はい、細谷さんにもですね、はい、すごい質問がいっぱい来てるんですよ。すごい質問が来てますよ。あ、そうですね、はい、いいですか？次早に聞いていきますけど、はい、はい、では、はい、ラジオネーム空色の種さん、こんばんは。私は今シーズンからビーコルブースターになった新入りの海賊ですと。今まで全くバスケと接点のない人生でしたが、いつの間にか20試合も観戦されてたそうです。すごいですね。そんな空色の種さんから細谷選手に質問です。はい、まず一つ目、髪の毛の色を変えたきっかけは何ですか？はい、これすごいよく言われるんですけど、はい、本当気分転換で、はい、ちょっとこう気分転換してみようかなと思ったら、もうちょっと周りの反応がすごすぎてですね、はい、反対にあっちゃったってことなんですね。でそうですね、ちょっと岡本社長からも、はい、そう、知ってます、スポナビでもですね、開始早々、お、細谷の髪の毛が明るくなりましたねって解説入りましたからね知ってますか？いや、わからなかったですね、それは入ってましたよ、うん、なるほど。
そしてもう一つありますよ、はい、髪を染めてから生活や気持ちに変化はありましたかっていうことだったんですけど、まあ、さっきとちょっと、はい、質問をかぶっちゃうんですけど、はい、あ、そうですね、あの気持ち的にすごいリフレッシュというか、まあ、したんですけど、はい、まあ、周りからも、はい、まあ、先ほど言ったように結構言われたんですけど、なるほど、まあ、でも逆にそれで火がついたというか、はい、僕らしくもっともっと僕らしさを出していこうっていう風になりましたね。なるほど、はい、今もじゃあ、先日髪染めたお色なんですよね。それは秋田にぜひ来ていただいてパブリックビューイングで見ていただいて確認してもらった方がいいのかなと思います。どうしますか、ピンク色とかになってたら。ふざけんなよお前細や。怒られてますよ。本当ですよ。すいませんとか言ってしてないですよね、はいはい、こちらも、ね、細谷さんに、メッセージがあるんですけどちょっとご紹介しますね。ラジオネームガリガリさん、はい、楽しく聞いておりますと、なんとなく見に行った横浜分隊から今年は結局ホームの試合8割観戦しました。栃木から横浜に転勤して早3年、野球にもサッカーにもハマることができずにいましたが、バスケ、門外観なのにB ゴロに完全にやられましたという方ですね。で、冬の思い出は良い思い出も悪い思い出も全て B コル絡み、1回目のビーフマンさんスポンサーデーでは、B ローズさんのお姉さんから家族がプレゼントをいただき、美味しいお肉もいっぱい堪能しました。あ、この人当たったんですね。来年も勝敗関係なくヒリヒリする B コルが見られないと横浜にいる理由がなくなり困ってしまいます。絶対残留お願いしますという結構激しい、激励なんですけども、そんな方がですね、はい、前回出演時の写真を拝見しましたが、ポケットがパンパンでしたが何が入っていたのでしょうか。あ、何が入ってたんでしょう。何だったんですかね。あれは、携帯と財布とあと車の鍵とか家の鍵とか全部ですね。あ、なるほどなるほど、この方ですね、きっと試合で見せるすごいスピードとジャンプができるエネルギーが詰まっていたのではないでしょうかと考えておりますと。週末も鋭いスピードで秋田を撃破してください。こういうメッセージです、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。細谷さんのファンが多いんですよね。いや、本当に感謝ですね。ありがとうございます。多いですね。あ、今下打ちが入りましたよ。下打ちだったんだ。だからね、この男にはやってもらわなきゃ困るんですよ。なるほど。さっきも言ってましたよ、0番が爆発しないと始まらないとね、放送前に言ってましたので、はい、今日のミーティングでもですね、細谷頑張ってくれ、うん、本当にっていう話を してやりますよって言ってましたから。あと細谷さんには、はい、もう一つだったね。はい、ですね、これはですね、ラジオネーム、ももこさん、細谷正史選手へ、うん、私は小4の時からビーコルのファンです。今は中1でマーシーに憧れてバスケ部に入部しました。残留プレーオフもマーシンの活躍があれば絶対勝てます。ビーコルファンみんなでビーコルの勝利を願っています。これからもずっと憧れのマーシーでいてくださいとのことでした、うんうんうん、どうでしょう、自分に憧れてこうバスケ部に入部するっていうキッズたちも現れましたが、はい、いや、もうすごく嬉しいですね。もう本当にそう言っていただけることが、もう本当バスケットを続けてきてよかったなって今すごく思ってます。もう一つ来てますよ、はい、ですね、ラジオネーム、マーシーが大好きなあるちゃん、B コルの選手の皆さん試合頑張ってください。私は B コルが大好きで、お兄ちゃんと一緒にマーシーと B コルの応援うちわを作っていつも応援しています。秋田に向けて横浜から私も全力で応援しますとのことでした。いや、嬉しいですね。いや、嬉しいですね。会場でも見たことありますね。本当ですか。はい、すごく嬉しかったです。そういうのってちゃんとこう耳に届いたり目に入ったりしてますか。あ、はい、もちろんですね。お、はい、嬉しいですね。いかがでしょうか、小泉さん。もう一つ面白いの、最後に丸顔以外に好きなタイプを教えてください。可愛い系か綺麗系かとか、スリムが好きか、ね、あ、ぽっちゃりが好きかと、前回のこれ黒髪が好きかね、うん、茶髪が好きか、前回の放送聞いてくれてる方ですよ。はい、細谷さん、はい、いかがでしょうか。そうですね、もうそうですね、芸能人のタイプを言った方がいいのかなと。あ、言ってください、言ってください。はい、はい、まあ、武井美さんが好きなんですけど。あ、武井美ちゃん、ね、はい、清楚ですね。代表、こんなこと言ってますけど、武井美さんって細谷とちょっと似てますよね。顔がですか。顔がですか。顔の系統が。なんか言われたことはありますね。そうだよね。はい、じゃ、自分が好きってこと。自分が好きってわけで。スーパーナルシストなんです。それでですよね。まあでもね、ナルシストでいいんですよ、細谷は。もうね、こっから先細谷で全部俺が持ってったぐらいの勢いでやってもらえればね。そうですね。
本当にあの、僕はあのスリーポイント決めたり勝手にした後ですね、あのコート上で子供のライオンが吠えてるみたいな細谷が好きなんですよ。いいっすよねガオーってねいやまだまだたくさんですね、あのメッセージいただいてるんですけど、そろそろお時間が近づいてきてしまいまして、最後一つだけご紹介いいですか。はい、お願いします。これね、本当にいいメッセージです。いつも横浜ビーコルセアーズを中心に生活を送っています。たまたま4年前ユースができると聞き、当時2年生の息子はトライアウトを受け所属し、気がつけば息子も6年生4年経ってです、優勝したトップチームをまだ知らないので周りの、こんなはずじゃないという声を聞きながら応援を続けてました。プロのトップチームなので、結果が全てですけども、息子を与えた環境影響を考えると感謝しかないですと、非常にですね、あのビーコルさんに感謝をしているというね。いやもう本当にありがたいですね。素晴らしいですね、まあ、特に本当にね、細谷なんかみんなが憧れるね、そんなに大きくなくてもこれだけできるって、そういう選手ですので、まあ、その姿を多分見せてくれると思います。はい、それではそんな、細谷選手からですね、最後に、はい、あのリスナーの皆さんに一言お願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、本当今週末、本当に負けられない大事な試合が、あるので、まあ、僕自身もそうですけど、本当チーム一丸となって、もう本当勝つことだけを考えていますので、あのぜひ、まあ、秋田に来るブースターの皆さん、会場、あ、パブリックビューイングで応援してくださる会場の皆さんと、一緒になって、必ず勝ちを取りに行きますので、ぜひ僕たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。横浜ビーコルセアーズ背番号0番細谷正史選手でした。遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。細谷さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。そして、横浜ビーコルセアーズ代表取締役 CEO 岡本直弘さん、あの本当にいろいろなお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。あとはあの古いブースターの皆さんに、カバヤが今調子いいですから期待してください。嬉しい、きっとやってくれると思います。ミスタービーゴール、ありがとうございます。ということで、以上賢者の部屋でした。1422ラジオ日本、ラジオ日本重建情報センタープレゼンツ、重建情報センタープレゼンツ賢者の砦。無添加住宅をご存知ですか。食品や花粉などのさまざまなアレルギーやアトピー性皮膚炎、公害と言われている喘息など、時代の変化とともに我々を苦しめている病気は数多く生まれています。私たち無添加住宅は、そんな病気のなかった江戸時代の家づくりをお手本に家を作っています。体に悪いものは一切使わない、誰もが安心して住める家を広めたい、無添加住宅。お問い合わせは 0120-610-495。 世界で一番自然に近い家、無添加住宅。横浜関内とセンター南に焼肉ビーフマン、なんと個室完備。神戸牛名門川岸牧場のお肉と贅沢な空間があなたをおもてなし。大事な記念日に、スポーツ観戦の後にリーズナブルにして最高の贅沢を。アスリートも御用達、美味しい神戸牛はビーフマン。検索はビーフマン横浜で。1422ラジオ日本、ラジオ日本重建情報センタープレゼンツ、重建情報センタープレゼンツ賢者の砦。重建情報センタープレゼンツ賢者の砦、本日は生放送で横浜ビーコルセアーズ B1 絶対残留特番としてお送りしてきました。小泉さん、いかがでしたか。早い、終わっちゃう。早いですねいつもは実はこれは収録放送なのでゆっくりやってるんですけど、す、ね、生放送はこう少し緊張感があって、でもこうリアルに皆さんの声がね、そうそうそう、知れて本当にいいですよね。やっぱりタイミングがね、大事ですから。そうですね、この今の気持ちをですね、ブースターさんの皆さんと一緒にこう、はい、応援するというような、はい、そんな感じで今日やってきましたけどね、はい、いただいたメッセージ、一部しかご紹介ができなかったんですが、今後の放送でもしっかりと、ご紹介させていただきたいと思います、はい、今日はたくさんのメッセージありがとうございまし た。そして改めて横浜ビーコルセアーズ、今度5月13日土曜日、14日日曜日、秋田ノーザンハピネッツの、アウェー戦ですね、こちらのパブリックビューイングを開催します、会場は鈴木区内を予定しておりまして、詳細は追って横浜ビーコルセアーズのホームページなどで、お知らせいたしますので、ぜひ皆さんチェックしてください、はい。
いやもう本当に負けられない試合がこの13、14ですので。でもさっきね、細谷さんすごく、はい、いい意気込みを語ってくれて、ね、なんかブースターの皆さんもね、期待持てるんじゃないかと。はい、もう念を送りましょう、はい、そしてこんな方からも念が届いております。この曲を歌ってくださってる会津さんです。番組 MC の小泉さん、村上さん、この前はありがとうございました。絶対残留特番かっこ笑い、ありがとうございます。一ブースターとして嬉しい限りです。きっと最後の最後で大逆転が待っているんだと強く強く信じてます。 Go! Be cool! ということで会津さんからメッセージもいただきました。それではこの曲を聴きながらお別れしましょうかね、はい。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦で、最後にお送りするのは会津さんで We are Be cool Sayers です。ここまでのお相手は私村上めぐみと小泉秀明でした。 Let's go! Be cool!情熱は仲間と生きた証明。